おいす、こんにちは、東大政治出身です。今回はですね、やっちゃいました。失敗しましたということって、まあ僕が、失敗したことを共有していこうかなというふうに思っております。それでは早速やっていきましょう。で、何をやらかしたかって言ったら、これ見てわかる通り、魂のローズ C、こちらをね、レベルなんと7にしてしまいましたと。で、これ、まあ基本的に、まあ全部交換した方がいいよと。いうふうに、まあ、ずっと言ってきているんですけれども、まあ、結論言うと、これ、レベル6からレベル7にすると、めちゃくちゃ報酬、まずくなりますよってお話ですね。はい。で、まあ、体感的に、レベル6からレベル7になった時に、あれこれちょっと、やらかしたんじゃないかなと。で、まあ、日に日にね、これ、星1個もらうんですけど、そんなに美味しくないなというところで、まあ、どのぐらい美味しくないのかというのと、まあ、どこでね、逆にレベル上げればいいのか。まあ、結論言うと、レベル9で、上げるのが正解かなっていうふうに思うんですけれども、そちらの根拠について話していこうかなというふうに思います。それではやっていきましょう。で、まずはですね、まあこの星5勇者のかけら、こちらをですね、まあ実際分解した時に、まあ欲しいのは何かって言われたら、神話勇者なわけじゃないですか。で、で、特に神話の光と闇ですね。まあこいつらを、入手したいというところで、はい。で、まあこいつら入手できる確率はどのくらいなんだろうと。で、表記ないんですよね。で、これは多分まあ合ってるとは思うんですけれども、まあ通常のこの光の召喚とかあるじゃないですか。で、この 6% のうちの、割合ですね。はい。これで、これと、まあ、等しいだろうというふうな、まあ、推察ができますよね。ということで、早速計算してみたんですけど、これなんかね、めちゃくちゃでした。はい。で、これ何がめちゃくちゃだったかって言ったら、一応ね、これ足してみたら 6% って書いてるから、まあ、6% になるはずですよね。はい。で、星4と星3を足したら、83% と 11% になりましたよと。で、ところが、これ星5ですね、足したら全然足りないというか、0.5875 ってなってるけど、実際 0.57 とか、そのぐらいだったんですよ。と思って。で、他足りてるから、明らかにその 0.3% どっか行っちゃってて、まあ、表記ミスしてるんですよね。で、何がどう表記ミスしてるかはわかりませんけど、一応ミスがありますと。はい。で、あとはですね、これ、まあ、ややこしいことに、ですね、まあ、言っとくと、まあ、こちら、例えば同じ神話でも、なんか確率が高いやつがいるんですよね。この、オルテスかな?オルテスであったりだとか、で、あとは、普通の三陣営ですね。のところにも、誰だ?こいつか。こいつの、ウィンターと、もう一人高いやつがいましたね。誰だったっけ?あ、陽光か。陽光が 0.0205 と、他は 0.0154 というところで、はい。まあ、もしかしたら確率が合わなかったら、こっちが正しいんじゃねっていうところで、その、高い方、一応 0.0077。を採用というか、で、こっちは 0.205 を採用しても、それでも、5.875 だったんですよね。これだから、高くして、それでも 0.225 足りないんで、まあ、明確に間違えてます。と、間違えてますね。はい。はい。なんで、まあ、計算一応、いや、間違えてないと思うというか、これ、ただね、高い方でやってんで、それでも足りてない。うん。余ってるだったらあれだけど、っていうふうに思うんで、まあ、一応ね、今回は、まあ、高い方が、それでも、まあ、一応近いというか、まあ、それでも 6% いってないわけだから、まあ、近いというところで、計算してみたら、ですね。まあ、そういう割合が、まあ、同等だとして、これですね。これをね、まあ何個砕けばいいのかと、言われますと、まあ神話の光闇が、入手したいよっていう時は48回砕かないといけないと。で、神話の三属性ですね。まあ陽光とかそこあたりを欲しい時は12回。意外と少ないんだね。はい。で、伝説者は2回で、まあ、四重者1回というところで、まあ期待値でいうところの、まあ48回ぐらい砕く必要性があると。いう感じですね。はい。で、48回砕く必要性があって、これかけら50個で、1回砕けるわけだから、まあ、つまり2400個ですね。光と闇の勇者を入手するためには必要なわけじゃないですか。はい。で、一応星7がですね、これ1個ということになっておりますので、これですね。1個になっておりますので、で考えたら、ま、2400日後で、まあ、ローズ C の期待値を求めるのが一番比較しやすいだろうというところで、比較してまいりました。すると、まあ、神話勇者はですね、神話勇者じゃない、レベル6か。レベル6はですね、こう星3勇者を、砕くことができるというところで、星3勇者はもらえるので、で、それが、まあ、どのぐらいもらえるかって言ったら、まあ、その後にですね、どこだっけ?これか。祭壇で、まあ、このクイック選択とかで解雇ってすると、こちらはもらえます。魂の結晶をもらえますよね。で、その魂の結晶から今度昇天に行って、まあ、光と闇の勇者を交換すれば、まあ、2400日後には、まあ、6体入手できると。で、一方、レベル7になってくると、1体しか入手できないですよね。
結構やばくないですか。まあ、ただその間に、まあ、神話の三属性がまあ2体と伝説が16、支持勇者が31という感じかな。はい。まあ、若干これ足したら48超えてるあの期待値のまあ回数なんでね。はい。四捨五入してるんでそこは許してほしいんですけれどもっていう感じっすね。はい。で、まあ普通に考えたら、まあここでの交換というか、まあ交換レベル6の、まあ例えば何でもなんかね、ばらけるよりも、まあ星6でやった方が正解に見えませんか。で、毎週、これね、なんかちょっと僕勘違いしてたんですけど、これ自動更新ってこれラインナップ変わると思ってたの変わんないんですよね。変わんないのであれば、まあこの4体の中でジル、まあこれまた動画下に戻った、そっかな。まあそれぞれの交換のなんか、優先順位みたいなの出そうかなと思っておりますが、まあジルでいいんじゃないでしょうか。はい。で、逆にフレイヤは、まあ、新キャラでね、上位互換みたいなキャラクターが出てくるので、まあ、一応練習しやすいという点では多少上げててもいいのかもしれないけど、まあ、どっかでジルに切り替えた方がいいような気がするという感じで、なんかもう、なんならレベル10以上でも3体しか入手できないから、ちょっとダメじゃねっていう風に思うんですよね。で、ところがやっぱね、レベル10とかになってくると同じ日にちでも、なんだ、レベル6だと、神話勇者しか手に入りませんけれども、まあ、支持勇者とか伝説勇者とかも入手できるじゃないですか。で、まあ僕もこれ結構迷ってるというか、まあやろうかなと思ってるんですけど、星5砕くっていうのも全然ありですよね。はい。で、特にこの伝説勇者とか全然使わないんで、これ、ね、砕くと、これ1000個と、まあ1体あたり、250かな。結構これうまいんですよね。はい。370。あれ？なんか選んでんだ。っていう状態で、あ、選んでるね。こう、まあめんどくせえ。まあ、いずれにせよ250個なんで、結構美味しいんですよ。なんで、まあ、そこの砕く案も考えていこうというところで、まあ、神話のさすがに、まあね、光と闇以外というか、あれも砕かないじゃないですか、それ。だから、まあ、伝説と支持勇者はまあ、砕いたと仮定するとですね、レベル6は変わらないと。で、レベル7は砕いても、支持勇者だけですね。こっちの、まあ、一番弱い奴らを砕いただけだと、まあ、2.3 というところで全然足りてないと、半分にも取ってると。で、伝説を砕いても、3個というところで、ちょっと、まあ、明らかに劣ってますよね、明確に、レベル7は。で、レベル8はどうかって言ったら、まあ、この 5.8 かな？まあ、この、支持者と伝説砕いて。まあ、ようやくっていう感じで、まあ、3属性も砕いたら、まあ、一応神話の数は変わんないかなっていう感じで、まあ、神話3属性がね、ここら辺が、まあ、なんかね、欲しいキャラいるっていうのであれば、なしじゃない気がするけど、まあ、ただこの期待値っていうのも、特にまあ神話の方とか、まあ、おそらくレベル7が 0.8、まあ、1かな、まあ、ちょっとね、ねまあまあ下振れたりとかしたらうまくいかない場合もあるんで、そう考えたらなんか微妙なところっていうんだったら、まあ、明確というか、まあ、バブレ下振れのないレベル6の方がいいような気がしますね。はい。なので、もう絶対に損したくないよっていう方は、つまり、ま、結論言うと、まあ、最初に言った通り、魂のローズ C というのは、まあ、レベル9まで、レベルアップしないっていうのが、ま、正解なんじゃねって、まあ、びっくりマーク出るのうざいですけど、レベル6で止めておくっていうのが、ま、いいんじゃないかなというふうには思いますね。レベル9になるんだったら、もう一気に、解放して、そこから、ま、やった方がいいのかなというふうには思いますね。まあ、特に、うん、そうだね。ここ、レベル10までは、星5の、まあ、可能性で、レベル10以上はもう明確に、レベル10の方が絶対に得なんで、やった方がいいし、レベル9もそうかな。はい。っていう感じで、まあ、それ以外はレベル6で止めておいた方がいいというお話でした。はい。ということで、まあ、今回はですね、まあ、実際にね、まあ、ちょっと感覚で感じたことを、まあ、計算してみて、まあ、この計算もね、だから最初の、これがやっぱ違うんでね、これね、普通のゲームだったら炎上しそうですけど、まあ、中華製のゲームだから、あんまりね、まあ一応ね、まあこれ気になった方はちょっと計算してみてください。多分、計算合わないと思うよ、これ私も。余るってことありえないから。キャラ数はだって、星、これ光と闇が11体で、で、普通の自然系が12体ですよね、確か。なんで、余るってことありえないんで、って考えたら、まあ、多分ミスじゃないと思うんだよね。何回も計算したんで。っていうところかな。めちゃくちゃこれちょっと気になるというか、まあ波紋読みそうというか、まあ運営に問い合わせればおそらく、まあ補填が来そうな案件ではあるのかなと思います。ということで、参考になったなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。